いやいやいや、そんなとんでもないです。徳島商業のなもうこの野球の名門校、津田監督だって徳島商業なんですから。そうですよね、この津田監督が徳島商業っていうのは多分みんな知らないと思う。でピッチャーだったんですよ、津田さんって。プロ行かれてるんですよ ね、 僕も池田高校行きたかったんですよ。当時は小学校の時にあのウルトラマンのような帽子じゃないですか、紅白の。はいはいはい。であれに白い方に池田高校のマーク入れて、もうちょっと PL 学園のマークを入れて、うん、一人野球してましたよ。で一人であの帽子を、あの池田高校の攻撃の時はバッター水野とか、江上とか畑山とかピッチャー桑田とかで松村ってやってて、で自分でその辺の石拾ってカキーンって畑に取ったら、畑のおじさんから怒られて、いや石投げんなよお前、キャベツに石がどんだけ刺さっとると思ったのにあって怒られましたね。犯人はもう僕しかいないから、もうそういうぐらいね、やっぱり池田高校に憧れてましたね。山口はどうですか。山口はね、今やっぱりこう下関国際高校が今野球強いですね。スクローズって言われるぐらいね、ありました、ね。まあ、昔ちょっとこう、ね、ビーバーバイスクールのに荒れてた学校だったんですけど、はいはいはい、そっからねもう本当スクローズとしてこのドラマはある学園の後輩に戦いを挑んだ熱血教師たちの記録である。高校ラグビー界において全く無名の弱体チームがこの教師を迎えることからわずか数年で全国優勝を成し遂げた奇跡を通じ、その信頼と愛を余すところなくドラマ化したものである。テリリ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 リクールオードのように弱いところが強くなっていくのが、そうだったんですね。今国際が一回ベスト8まで行きましたですね。だから山口あんま試合ないですね。ないですよ。広島の持ちゲームでたまに、うん、有球場はね、あ、それは2軍ですよね、うん、カープの2軍は有球場は山口になりますけど ね、うん、ね、有球場はあの僕が2002年開幕投手したんですよ、U で。ああ、そうですか。はい、2軍の。でピッチャーが広池さんっていうね、カープ、はいはい、全日空からね、全日空から来られた、全日空の社員から、はい、そうなんです。あで、そうでした。そんでその広池さんにスリーランホームラン打たれて、あのバッティングミンですよ、大谷君の。そうです、もともとバッター、あの大学立教じゃないですか、はいはい、僕の2つ上だったと思うんですけど、大学時代はセンター守ってたんですよ、うん、バッティングいいんですよね。どっちかというとバッターで取ったんじゃないかって、ね、今だから言えるんですけど、ピッチャーなんてバッターだったらまだっていうか、広島でそれなりに成功して、まあでも当時の広島、金本さん、前田さんとか、尾形さん、今この江藤前田のスラッガー、ね、当たり前田のクラッカーみたいな。そうですね、それでピッチャー、それでピッチャーになったんかもしれないですけどね。そう、広池さんは本当バッターでもいけたしても良かったですよね。でだからその有球場に行って、うん、あの投げた時に、これはこのもうこんなが野球かと思う、うん、広い、もう何にもないです。そう、フィールドオブドリームスみたいな、まあ、ほんとそんなところに、もうあのベンチにどうやって帰ろうかなっていうぐらい距離が長いですよね、檜、うん、山さんがあのちょっと怪我して有球場、2軍の有球場に行った時に、はい、暑い暑いっす、暑い、ほんと暑いっす、暑いですわ、はい、炎天下暑いですわ、はい、って言ってたんです。あれは暑いです。しかもね、ちょっとね、若干今は分かんないけど、ちょっと赤土っぽい、有機場行くと達川さん時々いらっしゃって、まーちゃん、木陰のね、これ木がね、生い茂ったらね、木陰のええ風来るよここの有機場ええ風来るよ、ヒューとこれ来るよこれヒューとこれよ、まあええ風来るよ、これヒューとこれよ。ああ、達川さん いるんですね、向こうに。有機場時々ね、見に行った時ありましたね。本当に僕、達川さんとはドラゴンズのコーチになっていただいて、コーチでしたね、はい。で、あの当時にはまだキャッチャー谷繁さんがいてですね、谷繁さんがちょっと、まあ、世代交代っていう感じの時に、特に松井雅に対して、あの辰川さんすごい一生懸命だったんで、あの検診悪いけど今日雅とバッテリー組んでくれって言ってあ、はいっつって。だけどやっぱりそうやって一人のキャッチャーを育てるためにっていう気持ちはすごく、あ、だからホークス行って開拓屋をね、こう育てるから雅をちょっとこう一人前にしてくれよみたいなね、はいはい、だから僕らの時もね、あの僕も一回チャタン見に行った時、辰川さんいらっしゃってて、はい、あの宮城選手とあと3人キャッチャーいらっしゃって、みんなでこうやって、ええか、次はこのやり方で覚えんねんけど、お前よし、あのの網でのわしがノックするけえの、目をのパチパチするなよお前
網が当たるけ当たらんけ目は開いたままのわしがノックするけ目はのパチパチすんなよお前のパチパチすんなお前じゃあわしがまず手本見したらお前ちょっと打ってみって言ってああって達川さんが一番パチパチしてた達川さんいつもパチパチしてますわしがパチパチしてしもうたのすいませんわしがパチパチしたのわしがパチパチしてしもうたあのじゃあのなしとこれなしのなしでいくけの目は開け目開けやるぞのええかあーみやみいかでね、達川さんがおっしゃったんですね。いや本当にね元気でした。ミーティングの時でもね、本当にあの試合前ミーティングでもね、達川さんが喋るとまあちょっとギャグではないんですけど、緊張感が若干ほぐれますよね。あそうですね、はい。だからいい雰囲気のコーチでしたよね。そうですね。うん、なんかホークスの時もなんかこうちょっと僕ちょっと見に行った時だったら、おまちゃん来てるんか。うん、ああわしの真似やってくれや。わしの真似をのやってくれ。あのねわしのあのねかお前。100% そうあのねかもねどあれ。渋谷台の 100% そうかもねど。あのねの何時の置いてない。あのねたらあのね箱根だけやれ。の氷川きよしやれ箱根ど。おやってみわしのモノマネの。おー達川さんとね、はいはい、あのバッテリーと打者っていう、まあ、経験がないのであるんですけど、はいはい、本当に喋ってたんですかね、そんなに。なんか結構プライベートで、この後どこに飲み行くんか。そうですね、大体その野球選手って東京遠征とかで行った時に夜遅くまでね、開けてくれてましたから、はい、アブさんに行って、まあ、美味しいホルモンだビールだとか、はいはいはい、あのちょっと今じゃ体にもたれそうなものを食べて、ホルモンのからし炒めとかですね。あれどう見てもホルモンのからし炒め、こてっちゃんですけどね。ただのこてっちゃんですけど、まあ、アブさんのメニューですよ。懐かしいな。荒木さんとか井端さんも来てましたしね。荒木さんも。荒木と井端は同時には来てないですよ。多分荒木さんだけ来たと思いますね。あんまり仲良くないんですよ。あそうですか、荒井場。当時は、ね、当時はですよ。あでもやっぱりライバルっていうか競い合うもん同士が仲良くないっていうか、やっぱりお互いのこの高め合いがあるので、うんうん、どのチームも多分おそらくそういったお互いのレベルに来ると、うん、こう仲いいっていう雰囲気はどう、うん、まだ若いからまだうちのとこまで来ないなと思ったらお飯来いよって言うけど、ね、だんだん来て、お、はい、だんだん俺の近くに来たなと思ったら、お前一人で食えって言って、どこのチームもあるでしょうね。あるんですよね。はっていうかやっぱりこう一緒にご飯っていうわけで、加藤さんが言ってました、うん、おいかけ飯食うぞこの野郎って加藤さんが若い時はね、おいかけ飲むぞこの野郎、おいかけ結婚式のな感じやっとけ、かけおめえはとか言ってた。だんだん加藤さんがこう実際やったら、かけおめえはもうおめえなりの道を行っておめえの部下を作るべきや、わしと一緒に乗っ取ったらあかん、おめえはおめえの自分の力のトップに立たなあかんねんか、わかりましたって言うなかったね、加藤さんに言われましたね。それを言われまして、まあ、自分は自分自身だなっていうのをすごく感じましたですね。そういう会話はあったと思いますね。それはそうですよ。それぞれ一人前になってまでこの上の方と一緒ご飯食ってるのはおかしいですから。そうです、ね、やっぱある程度なったら、一生懸命プレーになったら若いやつを今度は食べさせなきゃいけませんね。そういうことですもんね。やっぱそういうやっぱどの球団もあったんですよね。いやそれはもう、ね、どこもありますし、芸能界だってあ、ね、ありますよね。もうまあ、僕とか出川さんはいつまでもアッコさんのところにいますけどね。行くぞ、まっちゃん行こうよ、みんなで集まるよ、かっちゃん竹山くんとかもみんなで来てますよみたいなね。我々も喜び組っていうか、なんかこう雇われがつですから、そのメンバーで食事食うとどういう風になるんですかね。もう雇われのみんながもうアッコさんを喜ばすグループですんでね。和田アッコさんだね、あってこう集まって。鏡はお前は俺は先輩やからなって最初言われましたから。徳勝の選手で僕の後輩入れたんですよ。いや本当にパンちゃんありがとう。謙信の件いろいろありがとう。